広がるビーチでございますよ。この場所、駐車場の、向かいの方には戸口公園、そして、駐車場から入ってすぐ右手の方には戸口ビーチが広がっており、奥の方には展望台もある、本当に、一度に3つおいしい場所ということで、今、ご紹介するのはその戸口ビーチのご紹介なんですけども、この場所、バーベキューもできる場所ということでね、今日も、まあ、平日にかかわらず多くの家族連れが来ておりますけども、真ん中の方には戸口カフェ、花里川というね、カフェもございます。こちらでね、冷たいかき氷なんかをねいただきながら、夕日が沈むものを見ながらね、美味しく、過ごしていただくことも可能でございます。そんな戸口ビーチのご紹介ということでね、もちろんこちらも西海岸が、ご覧になられると思いますけども、真ん中の方には自然が織りなす、岩、海の岩でしょうかね、浮かんでおりますけども、本当に神秘的だなというふうに、見た感じになります。その、戸口ビーチ、今、夕方5時前でございますけども、その夕日がね、まあ、夕日になりつつあるこの太陽が、海面に映っていて、その海面がキラキラと、輝いて見えております。まるで万華鏡かのような感じで綺麗に輝いているものも見えますし、そしてあのビーチということで砂浜もございます。その砂浜で、ご家族連れがね、何でしょう、子どもたちが今アーマンゴアを取ってるのかな。アーマンゴアというのはヤドカニですね。ウチナー方言でアーマンゴアというんですけども、ヤドカニを取ってるんでしょうか。本当に和気あいあいしてる風景も、見受けられます。そしてバーベキューをしてる、方もいっぱいいますね。平日なのにお休みなんでしょうか。羨ましいですね。私も肉食べたい、わけでございますけども、そんな話はいいんですけども、この場所、本当にアクセス、簡単にできますよ。読谷村、大湾交差点をですね、戸口方面にずっとまっすぐ行ってもらうと、そのまま戸口公園にたどり着けるわけなんですけどもね、目印は大湾交差点ということで、はい、ぜひ、観光で沖縄に、そして読谷にいらした方はこちら、でね、楽しく過ごされてみてはどうでしょうか。でね、こんなに人がいっぱいいるので、ちょっと声掛けをしていきたいと、いました、いました。すいません、すいません、ちょっとお声掛けということで、お声掛けじゃない、声をちょっと取材というか、マイクにの、あれなん、ああれ前のあれ FM 読みたんいうやつちゃうの、宇佐海岸で東方にくれてた、名前何でした。パンダ2号や。あ、パンダ2号さん、何やってるんですか今。今日はニライカナイに旅行に行ってて。はいはい、ニライカナイの方に旅行に行ってて。あー、ちょっと行ってる意味がわからないですけども、ニライカナイに旅行に行ってたということでね、今日も一人なんやけど。はいはい、今日も一人なんやけど。え、今日も一人、もうお友達も寝てて、まだまだな、日光アリビラで、あ、え、日光アリビラでまだ寝てるから。ザンパロイヤルさんではなく、アリビラで、アリビラで、あ、そうなの。今夕方5時ですよ、まだ寝て、もう昨日も夜遅くまで飲んでもってたから。あ、そうなんだ。ちなみに滞在期間ってどれぐらいなんですか。滞在期間、沖縄2週間ぐらいちゃうかな。2週間。はい。あ、そうなんだ、はい、ちょうど、1週間前ぐらいでした、取材した。そうでしたよね、そうでした、そうやった、そうやった。わかりました。じゃあパンダ2号さんどうですか、戸口ビーチ。またね、この前おったビーチ、はい、宇佐の、宇佐のビーチ、宇佐海岸、はい、宇佐海岸はこう砂浜がぐわーっと広がってる、うん、そうそうそう、印象やったんですけど、うん、ここはあれですね、こう森とその公園との、うん、このなんていう、こう融合で、ビーチもあって、あって一堂に3つ美味しい場所、まさに、うん、ほんまその通りだと思います。どうですか、大阪の人間からして。いや、もうこんなとこ見れないですよ。で、この、うん、あの展望台行ったんですけどね。あ、行きました、さっき行ったんですよ、うん、はいはい、行きました、今から行きます。あ、そうなんですね、うん、行ったんですけど、もうそこデートスポットですね、完全に。ちなみにパンダ2号さんはご結婚は、それはされてないし、されてない。じゃあプロポーズはぜひ沖縄に来て。せやな、戸口の、ね、それはな、はい、もう心に誓ったよ。なるほど、あの景色を見ながら。なるほど、うん、その前にじゃあ相手を探さないといけないということなので、まあ、それはまあそれはおいおい考えよう。わかりました、うん、ありがとうございました、うん、じゃあ、うん、もう今日はまたこれから予定はアリビラやな。あれ、え、アリビラ、アリビラ、アリビラにアリビラに行く、アリビラに戻って。なるほど、はい、おい起きろよ言って今から、はい、
普通出る前に起こさないですか？もう起きへんかった。あ、そうなんだ。あ、わかりました。じゃあアリビラに戻って友達を起こす。せやな。で、今日を終えるっていう。そうです。あ、わかりました。そうですよ。じゃあまた、はい、どちらかでお会いするかもしれないんですけども。そうですね。その時はまたお願いします。二度あることは三度ある言うから。あ、なるほどと。はい、はい、言ってる意味がわからないんですけども、そういうわけでパンダ2号さん、宇佐海岸でね、偶然にもお会いしたパンダ2号さん、戸口公園でも途方に暮れて歩いてたところを、インタビューしてまいりました。というわけで戸口ビーチのご紹介でした。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。あのね、読谷にはビーチという名の場所が、まあ、いくつかあって、その、中の今日は戸口ビーチをご紹介したんですけどもね、その戸口ビーチ以外にも、ね、読谷村、残波岬側、宇佐海岸というビーチもあります。残波ビーチの隣ですね、はい、宇佐海岸というね、まあ、ビーチという名前はついてないんですけども、まあ、残波ビーチと宇佐海岸というね、2つあるんですけども、その場所でまあ大阪から、ね、沖縄に観光に途方に暮れていた方からね、またお声を紹介したんですけども、戸口ビーチ非常にいい場所でございます。音源でもお伝えしたんですけども、もう展望台もありましてね、奥の方に。で、その展望台を登るとちょっと高台になってまして、で、その展望台を登るとね、またその西側が一望できるとね、果てしなく続く海をご覧になることができるということでね、はい、非常にいい場所ですよ。で、またこのもちろん隣には海もございますしね、はい、なんだろうな、一つに三つおいしい場所、戸口ビーチ、はい、まあ、この戸口ビーチ以外でも残波ビーチだったり、宇佐海岸だったりね。で、このビーチとついてない、海もいっぱいありますね。本当にその場所場所で顔も違いますし、ね、この風景も違ってくるわけでね、そのまた楽しみ方、感じ方、捉え方はその場所に実際に行ってもらって、ね、あなたなりに、まあ、一緒に行く仲間同士とね、ワイワイ満喫していただけたらなというふうに思いますよ。読谷なんでも調査団、本日ご紹介したのはマサヤが選ぶおすすめポイント戸口ビーチのご紹介でしたよ。さあ、BGM 後ろで流れている曲でございますけども、読谷村のですね、出身アーティストの曲をおかけしております。やっぱりこのビーチときたら海じゃないですかね。その海に関係する、まあ、歌を皆様にちょこっとだけご紹介したいと思いますよ。読谷アーティスト、テルヤタケシとヤーニンジュ、ウミンチュウインチュ。
さあバックで流している曲、読谷アーティストということでね、テルヤタケシとヤーニンジュウミンチュウインチュでございますよ。さあ、本日の放送もここ体験王国紫崎村駐車場真向かいにある FM 読谷サテライトスタジオから生放送でお送りしておりますけれども、いやあれですかね、観光でオティナにいらしてる方々が続々と紫崎村に訪れてますけれども、あ、そっか、学生は、大学生はまだ夏休みか、それでなんだ、はあ、はあはあ、ね、皆さんもぜひ体験王国紫村に遊びにいらしてくださいよ、ね、昔の沖縄と今の沖縄を同時に味わえて、なおかつ美味しい食事もできる紫村、ぜひお越しください。読谷村高志穂でございます。さあ観光情報番組読谷ラジオ、一旦 CM を挟みます。観光情報番組読谷ラジオ、観光情報番組読谷ラジオ、お送りしております。生放送でございます。さあ今日の放送も体験王国紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしてますけども、今ねサテライトスタジオ真後ろに紫村さんのロビーがあるんですけどもね、沖縄にいらした観光客かないっぱいいるんですけどもね、はい、今から沖縄の体験するんでしょう、楽しんでいただきたいと思いますよ。さあこのお時間はですね、読谷村の特産品だったりお得な情報をがっつりお届けしていく15分コーナーとして皆様にお届けしていこうと思っておりますよ。さあ今日9月4日ということで、皆さん何の日か知ってますか？串焼きの日とかね、いろいろありますけども、ここ沖縄県9月4日といったらね、空巣の日というふうに言われてます。空巣というのはですね、古酒、泡盛の、古酒のことを方言で空巣と言うんですけども、その空巣の日となっているのが今日9月4日でございます。はい、1999年、泡盛100年古酒元年実行委員会が、制定した空巣の日でございまして、その9月4日に合わせて、本当に沖縄県内でさまざまな、催し物が、ね、この泡盛に関する空巣に関する催し物が行われてますけどもね、その、泡盛、やっぱり沖縄といったらこの泡盛ね、非常に、飲み応えがあって、その各市町村にあるこの酒造
所が作るこの青森というのはね、もう県外そして県内の人にもすごく愛されているということで、今日はちょっとこの空須にちなんで読谷にもね、もう世界に通用する泡盛がございますので、ちょっとそちらの紹介をしていきたいなというふうに思いますよ。はい、こちらですね、読谷にございます油田会社比嘉酒造、はい、その比嘉酒造さんが作っている琉球泡盛残波、こちらのご紹介をしていきたいと思いますよ。比嘉酒造の、泡盛残波なんですけども、もしかしたらね、一度は飲んだことあるよという方いるんじゃないかな、ね、相当まあ、有名でございますけどもね、まただよという方はね、ちょっとこの情報をもとにちょっと飲んでみてください。この比嘉酒造が誇る人気商品が琉球泡盛残波なんですけども、まあ、読谷のこの気候と風土に、恵まれたと言いますでしょうか、濃厚なこの泡盛の香りと、ね、深い味わいが、まあ、自慢の読谷特産品の、一つでございます。で種類としては、残波の黒、こちら残黒というふうにね、皆さんに愛称で、親しまれているわけなんですけども、この残黒、まあ、厚みのあると言いますでしょうか、この厚みのある味わいというでしょうかね、そちらが非常に特徴だなというふうに思います。はい、でまた香りも非常に楽しめますので、うんね、本当にこのバランスの取れた、なんだろう、飽きの来ない泡盛というのかな、ね、そういうふうにして、まあ、県内の方のみならず、県外またその外国の方からの、まあ、人気もある商品でございます。これね、すごいこの比嘉酒造さんのね、読谷にある比嘉酒造さんのこのこだわりなんですけどもね、残波のこだわりというふうにしてあるんですけども、このやっぱり太平洋戦争の後、沖縄でこの物資不足になった時にですよ、この創業者の比嘉虎吉さんがね、まあ、沖縄県民にいい泡盛を提供したいと、ね、このここにしかない泡盛を作りたいという思いから作ったそうなんですよ。でこの泡盛、まあ、昔はね、男性が飲むお酒というイメージが強かった時代に、女性とかね、この泡盛が苦手だよという方にも、ね、美味しく飲んでもらえる泡盛を作りたいとの、まあ、思いから、まあ、試行錯誤を重ねてね、作り上げて、今すごくもうね、皆さんに親しみを持っている琉球泡盛残波、まあ、先ほど話した残波の黒、残黒もそうなんですけども、白、残波の白もありますね、残白もございます。うん、こういうにしていろいろある、残波、琉球泡盛残波比嘉酒造さんなんですけどもね、この残黒、これね、またモンドセレクション、これ世界のですよ、インターナショナル、ハイクオリティ賞受賞でございます。しかも4年連続金賞受賞、すごいんじゃないですかね。この残黒の愛称で長く親しまれる残波のこの黒、30度となってますけどもね、キリッとした厚みのある、まあ、味わいでございます。でこのコクの取れた、バランスの取れた秋のこの絵、泡盛としてもね、非常に人気でございます。そして残波の白、こちら25度、こちらもね、モンドセレクション6年連続金賞受賞ということでね、すごいですね。これまた残黒とは違って、まあ、フルーティーな香りといいますでしょうか、ちょっと爽やかね、臭みをちょっとだけ落とした感じ、それがまた爽快な飲み応えになっているということで、女性にまあ人気が高い、残白、残波の白でございます。こちら25度となっている残白でございますけどもね。でまたいいのが、残波さんのこの商品で、あの比嘉酒造の残波の商品で、飲み切りタイプのワンカップっていうのもあるんですよね。もうすでに水で割られてましてね、非常に蓋を当ててすぐパッと飲める、まあ、氷がなくても水がなくてもそのワンカップでパッと飲めるというね、
琉球青森残波がございます。はい、でその他の商品にもね、残波プレミアムというのもございますけどもね、残波プレミアムは非常に飲み応えありますね。私の中で一番好きな、酒でございますけどもね、その他東条さんの主力商品としては海の色、はい、海の色、またこれもね5年熟成された古酒なんていうのもあります。はい、古酒は古酒でまたこの深みがあるというか琉球を感じられるとね言っても過言ではないんじゃないかなと。でまたこの古酒に、ちなんで、なんと43度の古酒も、東酒造さんありましてね、こちらも本当にこの香りで楽しめて、なおかつ味わいでも楽しめるというですね、琉球青森残波でございますよ、ね、こういう風にして、まあ、読谷の特産品、今日空巣の日ということで、うん、琉球青森残波さんご紹介してるんですけどもね、もちろん今皆さん日中、もちろんまあ日中から飲んじゃいけないという規定はないんですけども、ただ車を運転されてる方はもちろん飲んじゃいけないのでね、もちろんこのハンドルキーパーの方がいて、ね、楽しい沖縄の旅をしていただけるためにはね、まあ、夜ちょっとねホテルに戻りながら、まあ、コンビニなんかでね、まあ、スーパーなんかで残波を購入して、まあ、ホテルでゆっくり飲むという形でもできますし、また居酒屋さんに行ってその琉球青森残波をいただく、うちな料理を楽しみながらね、またこのうちな料理とこの泡盛のこの相性がとってもいい、うん、なんだろうな、ここにしかないと言いますでしょうかね、そういう、楽しみがございます。でその居酒屋の話からなんですけども、読谷村宇布堂というですね場所がございますけども、その読谷村宇布堂にある居酒屋さん、ごちそうやさまさまというですね居酒屋がございますけども、那覇から国道58号線沿いを、まあ、北上していただくと、那覇から国道58号線を北上していくと見えてくる看板があります。イラミナ交差点というね看板がございます。はい、その、イラミナ交差点、NTT ドコモさんもございますので、その交差点を左折していただいてずっとまっすぐ進んでいくと、このごちそうやさまさまがありますけどもね、まあこのさまさまさん、建物の色もね非常に特徴がある色ですのでね、あさまさまだというふうに看板も真っ赤な看板ですのでね目立ちます。うん、そのさまさまさんなんですけども、このラジオを聞いてるそこのあなただけにお得な情報をお伝えしますよ。なんとこの観光情報番組読谷ラジオを聞いている方、入店時にキーワードを言ってもらうと、ビール麦職人か、カクテル類酎ハイ各種でハイボールもしくはソフトドリンクどちらかを1杯無料で提供しますということです。ありがとうございます。いいですか皆さん、キーワードを言ってもらう、入店時にキーワードを言ってもらうと、なんとビールもしくはカクテル、酎ハイ、ハイボール、ソフトドリンクどちらか一杯無料となります。そのキーワードというのが9月7日さまさまライブを応援します。9月7日のさまさまライブを応援します。こちらをね、さまさまさんに入った時にスタッフさんに言ってもらうと、ビール、カクテル、チューハイ、ハイボール、ソフトドリンクどちらかを1杯無料ということで、考えてみてください皆さん。例えば7名で行きました、このキーワード一言言うだけで例えばビール7杯無料になるんですよ。ちょっと計算して、安いんじゃない？どうせ行くならね1杯無料でお得の方がいいじゃない、思わない？でしょ。だからさっき話した東酒造のね琉球青森残波ね、飲みながらその、琉球料理もこのさまさまさんでごちそうになれますし、で一杯無料、カクテルだっていいんですよ、チューハイだっていいんですよ、ハイボールだっていいんですよ、ビールだっていいし、ソフトドリンクだっていいし、選ぶのはあなた。こういうねお得があってお出かけになるっていうのも非常にいいんじゃないですか。まあ、日中は日中で読谷のいろんな観光名所を、ね訪れて、
で夜は夜でこのどうせ行くんだったら、どうせ行くんだったらお得の方がいいでしょ、でしょだったらさまさま行ってさ、キーワード9月7日さまさまライブを応援しますって言って、こういう風にドリンク類を一杯無料の方がいいじゃないですか。で実際にこのラジオを聞いて行ってる方がいるそうです。はい、そのスタッフさんからね連絡がありまして、はい、ありがとうございますという風にね実際に私連絡がありまして、あなたもぜひ活用していただきたいと思いますね。読谷村にどうせね、来ることがあるのなら、お得な情報をもとに皆さんが、ね、読谷に来てもいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。はい、そういう、まあ、読谷特産品琉球青森残波、そしてごちそうやさまさまさんの情報をお届けしたんですけれども、さあここでメッセージご紹介しましょうね。松屋さんおはようございます。ラジオネームなおですということで、はい、なおさんいつもありがとうございます。今日は松屋さんですかということで、そうですよ。あ、いいですね。昨日私紅芋ぜんざいを食べてきました。とっても美味しかったです。また食べに行きたいと思います。そして、なんと持ち帰りもできるのでとても嬉しいですということで、また食べたことのない方はぜひ召し上がってくださいという なおさんからメッセージ来ました。あの読谷村にある JA ファーマーズユンタ市場のこのパーラーで読谷特産品のまた一つである紅芋、その紅芋を使ったぜんざいが食べれるということでございますのでね、まあ、まだまだ沖縄夏続いて、日中はちょっと暑いかなね、ちょっとひんやりしたいなという方は JA ファーマーズの、ユンタ市場、こちらで読谷特産品の紅芋ぜんざいを食べてもいいんじゃないかな、ね、非常に甘くて美味しい芋の、香りを楽しみながらいただけると思いますよ。情報番組読谷ラジオ、観光情報番組読谷ラジオをお送りしておりますよ。さあ時刻は9時47分になってます。はい、続いてはこのコーナーでございますよ。地域の声ということでね、今日お届けするのはね、静岡県から沖縄に旅行に来た、可愛い男の子の声を皆様にご紹介したいと思いますよ。早速行きましょう。さあ私今海のど真ん中にいます。見渡す限り海でございますけども、なぜ私が海の上にいるのか、もちろん船の上に乗ってるんですけども、今日ですね、まあ、今日というのは、まあ、8月19日月曜日でございますけども、富谷漁港から海んちゅ体験ということで、第8読谷丸に乗り込んで、沖の方に出ております。漁師が実際に行っている、その、定置網の体験をしに、私
今回訪れておりますけれども、私以外にもいろんな方々がこの体験をしようということで船に乗っております。そんな、ね、皆さんからお声をいただきたいんですけども、可愛い男の子を見つけたので、インタビューしていきたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。はい、自己紹介お願いします。日村海斗です。あ、もう一回お願いしていい？日村海斗です。はい、日村海斗くん。日村海斗くん、日村っていう名字は沖縄の名字じゃないね。どこから来たの？静岡県です。静岡？そうなんだ。え、お盆休みを利用して夏休みの旅行に来たの？夏休みのを利用してきました。そっか、静岡からはるばる。沖縄どう？沖縄どんな？楽しい？楽しいです。楽しい。今日は誰と来たの？お父さんとお母さんです。そっか、今からまあ漁に出るんだけど、海には興味あるの？カイト。あります。ある。カイトっていう名前だけにやっぱ海と書いて人？もしかして？そうです。海んちゅだ。そうです。そっか、将来はじゃあ海のなんか関わる仕事に就きたい？そうでもないか。そっか、じゃあ今から漁に出るんだけど、漁に出るこの定置網の意気込み、最後に頑張るぞで終わろうか、カイト。はい、頑張るぞ。はい、というわけで静岡から、旅行に来た日村海斗くんからインタビューをいただきました。ありがとうね。はい、ありがとう。いいよ、ありがとう。さあ、あのね、この、音源なんですけども、読谷村、漁業協同組合富谷漁港、ね、読谷村富谷にある漁港、こちらからですね、まあ、この実際に海の仕事をされている方の仕事を体験できる海んちゅ体験というものがありまして、その海んちゅ体験、私も実際に体験したんですけども、その時一緒に、ね、この船に乗り込んだ日村海斗くん、なんと静岡県から来ていたということでね、まあいろいろとお話聞いたわけなんですけどもね、すごくね、もう仕事を忘れて私も大はしゃぎだったんですけども、この定置網を上げる作業、なかなかこう日常の、ね、生活で絶対ないじゃないですか、定置網を上げるって。そういうにして、この実際に海の方々がやってるお仕事を体験できるというね、ことができるのがこれ海んちゅ体験でございます。読谷村富谷にあるですね、読谷村漁業協同組合ということ でこちら、ね、本当にもうこの予約もすごいいっぱいということで、ちょっと興味があるよという方はぜひ今電話番号をお伝えしますのでお問い合わせしてください。読谷村漁業協同組合、電話番号が 098-956-1640、読谷村漁業協同組合、電話番号が 098-956-1640 でございますよ、ね、海んちゅ体験ぜひあなたも体験していただきたい。そしてこの富谷漁港内にあるですね、私がもう一つおすすめなのが海んちゅ食堂、イウのお店っていうね、食堂がございます。皆さん、その取れた、ばっかりの、はい、この魚をこの食堂で味わえるというね、非常にね贅沢な、ことがあります。はい、海んちゅ食堂さん、まあ、魚汁だったり富谷の海んちゅというね、アーサ汁付きの丼なんていうのもあります。丼系もあります。でイカスミ汁もありますね。でマグロカツ丼で、マグロ丼で、海鮮もずくそばとかね、ぶっかけもずくそばもいろいろございますね。海の幸をいただくには、非常にいいのかなと。また天ぷらもマジくてよ。天ぷらも大きくてさ、安くて非常においしくいただける、はい、海んちゅ食堂富谷漁港内にございますのでね、まあ、海にちょっと行くにはちょっと波が若干高いかなと、ちょっと断念しよう、寂しいな、残念だなと思ってる方、ぜひ富谷漁港に行ってね、その海の幸いただいてね、まあ、ワクワクドキドキしてほしいなというふうに思いまして、皆様にご紹介しましたよ。はい、いろいろ皆様に情報をお伝えしてきましたけども、今日は9月4日空巣の日、沖縄県空巣の日、読谷村にもある、この琉球青森残波比嘉酒造さんの情報をお届けしたんですけども、
ぜひね、あなたも、まあ、コンビニだったりスーパーだったりで琉球青森残波を探して、まあ、ホテルもしくは、まあ、ちょっと海を眺めながらね、ちょっとね、飲んで沖縄を味わっていただきたいというふうに思いますよ。もちろん車の運転は、はい、絶対ダメです。はい、わかりましたか。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしましたよ。いやー、いいっすね、沖縄、そして読谷村無限大でございます。台風が夏をさらっていったと思いきや、まだまだ沖縄の夏、続いていきますので、楽しんでいただきたいと思います。くれぐれも安全運転でね、楽しい旅をお過ごしください。また明日この時間にお会いしましょう。本日のお相手は私、マサヤです。バイバイ。